はい、こんにちは。日進坊マイクロデバイスです。今回は日進坊マイクロデバイスから使いやすさにこだわった新しい LDO NR1600 がリリースされたということで、 NR1600 のいろいろな使いやすい機能を利用して簡単な電子工作をしてみました。どんな工作かというとですね、 LED が3つ光るってだけなんですけれど、 NR1600 を使うと LED をゆっくりと順番に光らせることができるよといったものを作ってみました。今回の工作の回路図とそれに使用している部品はこのようになっています。元となる電源は USB の 5V を使っています。LED を光らせるための電圧は NR1600 を使って供給をしています。今回は出力電圧が外部抵抗で調整できる NR1600AC000C というバージョンを使っています。抵抗 R1 と R2 で 4.8V を出力するように設定をしています。まずはゆっくり光る動作について解説していきます。LED を光らせるためには電流を流す必要があります。 LED に電流を流すためには電圧と抵抗が必要です。 NR1600 を使って電圧を与えていくのですが、 NR1600 にはソフトスタート時間調整機能というものがあり、電圧をゆっくりと起動させることができます。 CSS という端子についているコンデンサーの容量で出力電圧の起動時間を調整することができます。今回は 4.7 マイクロファラットのコンデンサをつけていますので、計算式に当てはめて計算すると約 0.8 秒かけてゆっくりと電圧が起動します。この起動時の電圧上昇に比例して LED の光の強さがどんどん強くなるという動作になります。この CSS の容量を 0.47 マイクロファラットにすると、このように光るスピードが速くなることがわかると思います。次に順番に LED が光る動作を解説していきます。これは NR1600 のパワーグッド機能を使っています。パワーグッド機能とは、出力電圧 Vout を監視してソフトスタートの起動が完了した後にパワーグッド端子がローからハイになります。このパワーグッド信号を次の NR1600 のイネーブル端子に接続すれば、前の LED が光り終わった後に次の LED を光らせるという動作が実現できます。はい、ということで今回は NR1600 が持つ2つの機能を使って LED の工作をしてみました。NR1600 は他にもこんな感じでいろんな使いやすさにこだわって作られています。日本メーカーではナンバーワンの LDO 出荷実績を誇る日進坊マイクロデバイスの LDO NR1600 をぜひお試しください。興味を持っていただいた方はお問い合わせフォームよりご連絡をお待ちしております。それではご視聴ありがとうございました。